クロムイエロー、ストーリー、中山幸子、出演、大川康樹。ヤンダディララディラディダンダ、ダリリラディラディラディダンデイ、リリリラディリラディダンダ。窓の外で挨拶を交わす声で目が覚めた。この街では音の響きが鋭く明るく、屈託がない。音は石の家と石を畳んだ道路に弾かれて、まっすぐに空へ登っていく。この明るさだと彼は思う。アルルの街は希望そのものだった。乾いた夏と暖かい冬、黄金色に輝く麦畑、色とりどりの果実が実る果樹園を彼は愛した。プロヴァンスの透明な光を彼は愛した。できればこの光を、太陽の光を絵に取り込みたかった。そのための絵の具も考えてあった。クロムイエローがその色の名前であり、絵の具の名前だった。クロムイエローは黄金から輝きだけを取り去ったような色だった。鮮烈で明るく濃厚で、一度見たら忘れられない。彼はその絵の具を使って黄金色の麦畑を描き、太陽を描き、ガス灯に照らされたカフェテラスを描いた。花瓶に刺したひまわりを描いた。彼は黒猫を描く際にも、クロムイエローにブルーを混ぜ合わせて色を作った。彼がクロムイエローに喜びを見出したアルル時代から亡くなるまでの2年余りで描いた絵は400点近くになり、それは彼の油絵のおよそ半分を占める。ところがクロムイエローは六花クロムと鉛を含み、人体に害を与えるが、実はそれだけではなかった。21世紀になって4カ国から集められた専門家チームが彼のひまわりの絵が変色している理由を調べ始めた。まず当時の絵の具を取り寄せ、紫外線を当てた。さらにアムステルダム美術館所蔵の2つの絵から絵の具の粒子を採取し、加速器にかけてみると、クロムイエローの化学変化が認められた。クロムイエローは太陽光線に含まれる紫外線で褐色に変化してしまうのだった。彼はプロヴァンスの光を愛し、アルルの街を愛したが、アルルの人々は彼をキチガイと呼んで石を投げた。彼がヴィンセント・ヴァン・ゴッホがアルルで描いたクロムイエローの麦畑も、太陽もひまわりも、やがて褐色に変わって滅びていくのだ。